吉宗評判記暴れん坊将軍。今の音は分かんない。お前さん、なんだい。しかし何の音だろうな。お姉ちゃん、今の音。いや、分からないんだよ。まあ、とにかくお前ら落ち着けよ。いいか、火事にでもなったらえらいことだからな。うさい、お前一つ下げしろ。危ないか。それにしても今どももない。雨も降ってない。これ何事じゃ。何が起きたのかさっぱりわかりません。まあ、とにかく上様のご身辺をお守りせねばならん。何をぼやぼやいたしておる。急げ。誰だ。うっさいか。無事が起きたぞ。えらいことだ。江戸がどこどこに沈むよ。天下太平の世の中である。旗本たちがその忠勤ぶりを示すのは、江戸城異変の時に真っ先かけて駆けつけるしかない。柳川軍兵衛友吉殿だ。ただいま江戸市内ににわかに起こる大音響、お家の一大事と存じ駆け参じてまいりました。上様はじめご一同方、ご安泰でございましょうか。柳川軍兵衛、ただいまよりお城の御門を相固める所存でござる。おお、柳川軍兵衛殿、ご忠勤痛み入りまするぞ。上様はじめご一同、何らの異常もござりませぬぞ。あの五郎左衛門、柳川殿のお働きしかと拝見いたしましたぞ。はっ。古くは二条城地震の時の加藤清正の故事以来、武士として当然の行為である。城の一大事はつまり彼らにとって天下の一大事なのである。初め地震かと思いました。気がついた時は天井の梁の下でして、もう夢中で這い出しまして、表に飛び出してみましたが、瓦がバラバラと落ちてまいりまして、何かこうとてつもない突破のように思われました。何分にも音がすごく、こっちの耳が全然聞こえなくなりました。頭、分かりましたね。現場は三軍の近くだそうですね。あの家の屋敷は妻も仕事も吹っ飛んで渡ったそうで、えらいことが違った。ええ、頭は現場はあざるだそうでさ、建てたばっかりの女の屋根があるがみんな飛んじまって、足の踏み物やそうで。なんで、あざぶか。三門じゃないのかい。ええ、あざぶでさ、怪我人を運び出すのに大変だったそうで。なんでか、おい、三門じゃねえのかい。ええ、あざぶでさ。くそ、天狗だ、天狗だ。天狗。ええ、見た奴が大勢いるんだ。真っ赤な衣装着た大天狗が、でけえうちわをバタバタさせ、ゲラゲラ笑いながら西の空へ飛んでいったそうで。どこへ、そら。ええ、間違いありません。あたしね、子供の時聞いたこともあるんだよ。天狗が怒るとね、あんな騒ぎになるんだってさ。お兄ちゃん、大丈夫？もう江戸人がこう騒がしくなりゃ、これは大変だな、新さんも。江戸市中には、様々な流言が乱れ飛んでおります。
もちろん奉行所において厳重に取り締まってはおりますが。よし、その大音響の原因は何だ。それがただいまのところ一向に分かりません。分からぬ。原因が分からぬでは流言の取り締まりも効き目があるまい。はい、何分にも大音響が起こりましたのは深夜でございます。目撃者もおりません。火柱火炎なども一切認められません。ただ凄まじい音響とそれに伴う強烈な風、爆風とも言うべきものが生じ、そのために意外な被害が出たものと思われます。全く実体のない謎の音響とでも言いましょうか。それについて上様、現場と思われる場所にかようなものが残されておりました。これは樽か何かの破片だな。はい、お察しの通りかと思われます。ということは樽に何かを詰め爆発させたというのか。ただいま調査をしておりますが。しかし忠相、樽を爆発させあれだけの音響を出したとすれば当然火も出るだろう。人目につくはずだ。しかし秦の国には爆竹と呼ばれるものがあるそうで、ただ音だけを発する爆薬でございます。祝い事の合図として鳴らされておりますが、それが今回のように江戸市民を驚かせたとすれば。ちょっと待て。ただ驚かせただけなのかな。やっぱりいけねえ。薬が重すぎるんだ。ねえ旦那、あんなやり方じゃ失敗するに決まってる。同じなんだら、まあ、ちょっと見ておくんなさい。これがね。俺に言っても始まらん。ええ、でも昨夜は大勢怪我人が出たそうで、私の責任です。面目次第もね。嫌だったら断ればいいだろう。でもね旦那、初めの話は違ってたんでさ。江戸でも爆竹を作って売り出すって言うから、だからあっしゃ。待て、俺はお前のやっていることに何の興味もないし関心もない。俺はただお前を見張っているだけが仕事だ。へえ。山蔵、親分が呼んでなさる。ちょっと来てくれ。へえ、こっちから行こうと思ってたところでやり方変えなくちゃいけない。じゃあ旦那、ちょっと行ってきますわ。いろいろ調べてみましたが、大音響が発生したと思われる場所は山の下、麻布一の橋、赤坂見附付近の3カ所でございます。いずれも夜間は人通りがございません。人家の少ないところ、人目に立たぬところばかりでございます。というと、つまり何者かが仕組んでやったことか。はい、そのように思われます。現場付近を視察に改めましたところ、かようなものが落ちておりました。これは炭の粉か。はい、それに硫黄の粒、硝石の粒でございます。すべて黒色火薬に使います。黒色火薬。はい、古くから忍びの術の中にもございます。この火薬の特徴は、音だけは出ますが、しかし火は出ません。敵の注意をしばらくの間一方に引きつけたりするときに用います。一方に引きつける。江戸市中にはいろいろな説がまことしやかに流れております。奉行所では必死に取り締まっておるようですが、なかなか消えないようでございます。忠相も手を焼いてるな。いいか、おさえ、なんだお前バカだな。しかし富士山が崩れたとかよ、天狗の戦士だとか、つまらないこと言ってんじゃねえお前。おかみに聞こえたらお前どうされるぞ。分かったよ。それでさ、お前さん、あの音一体何だったんだい。いいな、大きな声じゃお前言えねえけどよ、実はな、鎌倉の大仏さんがくしゃみしたんだってよ。え、
八百蔵の娘か。はい、お咲と申します。父は？いない、親分のところへ行った。親分？聞いていないのか。はい。いずれにしてもすぐ帰るはずだ。俺は留守番だ。八百蔵はお前にここで待っているように言っていた。俺は親分のところへ行ってくる。あの、親分とおっしゃいますと？弱らしの銀蔵だ。俺は銀蔵一家の用心棒だ。親分様、爆竹を作るって話は、江戸で爆竹を売り出すって話はなかったと思いな。気の毒だが死んでもらうぜ。昨夜のことはな、この広い世間におめえしか知ってるやつはいねえんだ。悪くもな、殿様のお指図だ。さあ、せっかくのお花が。何かしら。お殿様からいただいたご印籠。江戸中の花火職人に当たってみましたが、爆竹専門の職人というのはいないようです。江戸では爆竹は作りません。何分あれは鉄砲の音に似ていますので、江戸では御禁制扱いになっております。なるほど。ということは江戸の市民は音には弱いということになるな。城内の狼狽ぶりが見物だったぞ。恐れ入ります。これが山国のものですと雷鳴など聞き慣れておりましょうが、今回の事件は単なるいたずら、悪質なるいたずらかと思われます。いたずらか。それにしては度が過ぎるな。娘？八百蔵に娘がいたのか。俺も初めて知った。どこかに住み込みで働いているらしい。家で待たせてある。八百蔵はどうした？八百蔵はもういねえよ。いない？消えちまったよ。どうやらてめえの作った花火で吹っ飛んじまったらしいぜ。バラしたのか？まあな。ところでその娘は八百蔵がここへ来たのを知ってるのか？俺がそう言った。じゃあ仕方がねえな。その娘の始末は旦那おめえさんがやりな。八百蔵のやったことは江戸中をびっくりさせたんだ。だがな、八百蔵がやったってことは誰にも分かっちゃいねえんだ。バラ騒ぎにはいかねえんだ。殿様もそうおっしゃってるんだ。旦那、その娘を始末しな。実はかねてより県案の長崎奉行の任命、いかがいたしましょうか。老中どもも集まっております。今日中には決めねばなりませぬが。長崎奉行か。離線多線大勢おったな。はい、もうどれもこれも帯に短し、たすきに流し、人選には苦労しておりましたが。よし、爺に任す。上様、柳川軍兵衛などはいかがでございましょう？柳川軍兵衛？あ、はい。それ、昨夜城に駆けつけた忠義一徹、豪遊の師でございまする。太平になれ、優弱になった旗本たちの中にあって、真っ先にお城に駆けつけた
見上げた侍でございまするぞ。おお、あの男か。柳川郡兵衛長崎奉行の候補といたしましては、経歴累計いささか劣りまするが、なる分にもあの忠義ぶり、旗本たちの今後の励みになりましょう。長崎奉行、多くの旗本たちにとっては文字通り水煙の的である。長崎に来る多くの外国船の積み荷を原価で買うことのできる特権が認められていた。そしてさらに貿易商自役人たちからの莫大な献納金があったという。長い太平にあって立身出世の道を閉ざされていたこの時代の旗本たちにとって、長崎奉行はいわば憧れの役目であったとも言える。ではそれがしに長崎奉行は。さよう。上様はじめ五郎十一同もそう申されておる。柳川殿、お受けくださるな。はあ、柳川軍兵衛、ありがたくお受けいたします。なんだって、いたずらだって。それも極めて悪質だ。何しろ大勢の怪我人や死者まで出したんだからな。このまま放っとくわけにはいかん。そりゃそうですよ。しかしとんでもない野郎ですね。ああ、誰にでもできるわけじゃない。これはきっと爆竹に詳しい奴がいるはずだ。町奉行にも花火職人を徹底的に調べるように命じたんだが、頭、あんたにも頼みたい。町人、職人になっていても以前爆竹を扱った者はいないか。それもヤクザたち大勢の手を借りられる者はいないか、一つ調べておいてくれ。ええ、悪いさ。しかし新さん、これはちょっと。無論長期戦だ。その覚悟でやろう。向こうも味を占めて二度三度と同じことを繰り返すかもしれんからな。その度にあんな騒ぎを出されては江戸の治安に関わるからな。そりゃあそうでさ。いや、俺は当分将軍としての仕事がいっぱい詰まってる。だから城を出るわけにはいかん。それにあの加納の字がうるさいだろう。そりゃそうですよ。なんたって新さん、あんた将軍様ですからね。おう、とにかくその間調べといてくれ。ようござんす。わかりました。しかし新さん、これは雲をつかむみたいな話ですな。雲をつかむってなんだお前さん。あら、新さん来てたの。すぐ帰る。ちょっと寄っただけだ。あ、そう。あ、ねえ、新さんどう思う？ん？何が？ほら、こないだの土管だよ。うちの人はね、大仏さんがくしゃみしたって言うんだけどね、私はね、雷様がくしゃみした方を取りたいんだけどね。おお、さえ、つまりこと言ってねえばか。だってそうじゃないか。新さんどう思う？そうだな。俺だったら神様がくしゃみしたと思うな。おや、何の神様だ？うん、山の神かな。ちげえねえや、うん、山の神だってよ。おう、また会ったな。お主相変わらずヤクザの用心棒か。お主も火消しの用心棒か。どうした、浮かぬ顔をしているが。なに、野暮な仕事よ。先ほどは父は分かりましたでしょうか。今どこにいるんです？会うわけにはいかん。どうしても会いたいのならお前も死ぬしかない。俺はお前を切りに来たのだ。男たちが知っている。この男たちに脅かされてやっていたのだ。
気があるか。相手は町のヤクザだ。何をしでかすかわからん。必ずお前を探し出す。住み込みの店は危ない。思いつく当てがあれば送ってやる。はい、仲のいいお友達が一人います。なんだってよ、ヤクザに殺された。はい、夜嵐の銀蔵っていう男です。どうしてだよ。だっておさきちゃんのお父ちゃんってお屋敷にご奉公してたんでしょ。そうです。でも一月ほど前にお屋敷を出たんです、うん、お殿様にぜひ頼むと言われて。この印籠もその時にいただいたものなんです。ちょっと。父は張り切ってまた仕事にかかりました。で、その仕事ってのは一体何だ。花火です。父は本当は爆竹の職人なんです。爆竹。父は長崎の生まれです。昔長崎の東尋街で爆竹を作っていたそうです。なるほどな。そりゃそうだ、爆竹って言いや長崎は本場だ。お江戸へ出てからというものはそれもできなくなり、父は諦めてお屋敷へご奉公に上がりました。私は料理屋へ住み込みで働いていました。父はそのお屋敷のお殿様から言われてまた爆竹を作り始めたのです。どうして、どうしてまた急に爆竹なんか作り出したんだい。江戸でも爆竹を売り出すんだって父はそう言っておりました。嬉しそうに私にそう言っていたのに、こんなことになってしまい。それでよ、その殿様ってのは一体何ていう名前だ。柳川郡兵衛様です。おお、あの八百蔵に娘がいたのか。あっしもびっくりしまして、早速殿様のお言いつけ通り消そうと思いましたが、うちの用心棒の野郎と逃げちまいまして。なに、気にすることはない。銀蔵、うん、これは最新式の南蛮トライの短筒だ。お前が欲しがってたやつ。帯だ、持ってけ。こりゃこりゃありがとうございます。ところで銀蔵、わしはな、長崎奉行になる。へえ、そいつはおめでとうございます。江戸の人間は爆竹を知らん。わしの思い通りになった。そりゃそうでございましょう。何しろ大樽三杯いっぺんにぶっ飛ばしたんですからな。それも三箇所で。見てごらんなさい、江戸中の大騒ぎよ。不意を食らって旗本たちは収拾狼狽なすところを知らん。頭は使いようというものよ。ダメダメ、いくら恵みの頭でもそう簡単にお奉行様に会うわけにはいけねえんだ。第一お奉行様がな、例の土管の騒ぎで朝から晩までご多忙だな。諦めてけんな。ちょっと、ね、ダメなんだよ。いや、ね、弱ったな。新さんも白からで出られねえし、お見事も会うことができねえとなると参ったな。お前さん、昨夜から何をブツブツ言ったり考え込んだりしてるんだい。早くしないと遅れるよ。なんだっけ。どうかしてるよ、お前さん。越後屋さんだよ。うん、越後屋がどうかしたか。何を言ってるんだい、決まってるじゃないか。越後屋さんは月に一度お城の奥にきれいなおべべをお納めするんじゃないか。お前さん、その行列の裁量だろ。商売商売、早く行かなきゃ向こうだって心配するじゃないか。ほんとそうか、越後屋の行列か。ご予定は
西国諸藩の大名方と高齢によるご宴席がございまする。その前に新任の長崎奉行にお目通りを賜りまする。分かっておる。 ありがたきお言葉。さてそのまた前に一つ、江戸城長年のしきたりといたしまして、まず本日は賢くもお歴代将軍家の菩提を弔い奉てまつり、その前にまたまた一つ。今度はどんな打ちかけが届いたのかしら。ちょっと開けてみましょうよ。わあ、いるの。ねえ、こっちのはどうかしら。ちょっと次の開けてみましょうよ。どうしたんだろう、開かないわ。ちょっとおつまり様よ。長持ちを開けよ。出してみよ。着せてたもれ。わからねえや。どこ行ったら新さんに会えんだろうな。こっちかな。こらどうも。ご苦労です。何者じゃ。しかしいい天気ですね。くせ者じゃ。
あえれいことだぞ。よし、今のうちだ。以上にクセ者になるとは前代未聞じゃ。それが加納様、クセ者は恵みの反転を。恵みの反転、ごめん。何、恵み辰五郎か、かと思われまするが、とにかく天下の地帯地人命が早速。なっておるわ。じいさん。辰五郎、これじゃ大きい。助かったよ、じいさん。それにしてもまあ、ずいぶんだだっ広いとこに住んでんだな、じいさんつのは。何をベラベラ余計なこと喋っておる。早く着替えなさい。その着物の上から出る。早く。分かったよ、ボン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 言わなくて。早く。切りゃいいんでしょ、切りば。もう。早くさ。何をさしておる。足に履くものだ、足に。足に履くったってこんな長いの履けるわけねえじゃねえか、じいさん。冗談じゃないよ、あんた。俺ね、普通のにしてほしいんだよ。俺、泣くことなんか何遍もやってね、普通のあれの紋付きの方がずっと俺に合ってんだよ。ね、だから、そういう気軽だったりするの、そっちの方が合ってんだな。しゃべるなというのに、下級の場合は、とにかく我慢せ。我慢せったってね。あのね、じゃあこれとさ、この頭と合うの？ええ、バッて歩けば大抵頭を下げる。気にするな、大丈夫じゃ。本当に大丈夫かな、じいさん。大丈夫じゃ、早くいたせ。人が来るぞ。分かったよ。ささ歩けんか。はよはよ。分かってるよ。こちらよ、向こうを見てまいれ。はよ行け、はよ。いたの。今のうちじゃな。大体ね、こんなもん来るからいけねえんだよ。落ち着いて。偉いね、こういうのはこう吐き慣れてねえからダメなんだよ。これ右足と左足を大きく前へ出すんじゃ。こうかい。さあ、さっと起こして。ああ、そう、それ入ってるんだ。そうそう、さっと、よしよしよし。ああ、それでやるんじゃ。また行っちまったね。その調子でよいのじゃ。軽いもんだね、しかし。ではわしは上様に連絡に行ってまいる。まっすぐ参れよ。なんだ、行っちゃうのかよ。一緒にいてくれよ、困るんだよ。しゃべるんではない。しゃべるんじゃねえったって、一緒に会っちまったらどうすんだよ。苦しゅうない。大義であった、よきに計らえ。この三つを言えばよい。それ以外のことは言うな。分かったな。お前は大名だぞ、それを忘れるな。しっかりやれ、よいな。ではわしは行くぞ。苦しゅうない大義だった、ええと、よきに計らえが。苦しゅうない大義だった、よきに計らえ。苦しゅうなって、苦しいのはこっちの方だよ。ったね。五代、うまいもんだろ。
何と仰せられました。いや、苦しゅうないぞ。あ、大義である。いや、大義であった。あ、はよきに計らえ。じい、はい、すぐに助八を呼べ。急げ。あ、大丈夫か。大丈夫だよ、新さん。いいよ、苦しいないぞ。しかし参ったな、新さん。こんな長いもの着せやがって、あのクソじじいが本当に今。入った入った。新さん、ふざけないでよ。また俺ひっくり返っちゃうからさ。いやいや、しかし何かい、城の後いつもこんなこういうの着てんの。これ城内は大騒ぎだぞ。知らん。え、何だってこんなところに来たんだ。それなんですよ、実はね、あの爆竹職人のあの娘ね、ゆんべは俺ん家へ転がり込んできたんですよ。何だと？爆竹職人の娘が？お町の馴染みでね。ところがね、新さん、この職人ゆんべ夜らしの金蔵ってヤクザに殺されたんですよ。何？ヤクザに？ええ。でね、その娘の話によりますとね、お父さんは旗本屋敷に奉公していたんだそうですよ。でそこのお殿様が爆竹を作れって言ったそうなんですよ。これはヤクザと旗本グルですな。いや待てかしら、その旗本の名は何と言うんだ。山川軍兵衛って旗本ですよ。山川軍兵衛。上様、お呼びでございますか。おう、対して頭を城の外へうまく連れ出してくれ。ちょっと新さん、それないよ。あんたせっかく来たんだからさ、もっとこのお城の中ずっと見物させてくださいよ。お願いしますよ。江戸城なんか頭のいるところじゃない。やっぱりめ組の頭は江戸の町の中にいるのが一番似合うぞ。ちげえねえや。何？約束の金？そうだ、お前が八百蔵に払うはずだった金だ。その金を娘に渡してやる。出せ。しゃるくせえ。てめえのような役立たずの裏切り者が一人目の口を叩くんじゃねえ。やろうども、ちぇ。いや、やろう。やろう。痩せろ、人目が。地獄行けがれ。のさばらせておくわけにはいかんのだ。覚悟しろよ。しらきすぎ。やらともやれ。大丈夫か。何？かすり傷よ。
大丈夫か。すまん、まずい、役人が来た。柳川軍兵衛、表を上げい。はは。その方この度長崎奉行を申しつける。はっ、ありがたくお受けいたします。この上は柳川軍兵衛一身を投げ捨ててご奉公いたす所存にございます。ただしその前にその方に申しつけることがある。それまで長崎へ赴任することはならんぞと仰せられますと。爆竹職人八百蔵を探し出し余の前へ連れてまいれ。草の根分けても探し出せ。よいな。何事かと思えば突然の言葉。それがしは八百蔵なる男を全く存じませぬゆえ探しようもございませんが。町奉行所においてすでに調べはついておる。八百蔵は一月前までその方の屋敷に働いていた男だ。長崎の生まれ、しかも爆竹の職人であった。言い逃れはあるまい。その方、八百蔵に命じて爆竹を作らせ、出入りのヤクザどもを使って江戸中を騒がせた。何のためだ。狼狽する旗本たちを尻目に忠義面して江戸城に駆けつけるためか。柳川軍兵衛、しかと返答いたせ。己の栄達のためには手段を選ばず大勢の市民たちを巻き添えにしたな。山川軍兵衛、どうだ。しかと返答せ。とわけ。でも本当に帰ってきてくれてよかった。ねえお前さん、一杯やるかい。ねえ、草色の干物のいいのがあるんだよ。ああ、苦しゅうない。よきに計らえ。お前さん、今なんて言ったんだい。なんでもないや、なんでもないんだよ。草色どんどん焼いてくれ。な。事件は終わった。消えたまおい。吉宗に残された気がかりといえば、八百蔵の娘、お咲のことである。だが、めぐみの辰五郎がいる。娘が幸せを取り戻す日は遠くはあるまい。そして、天下の一大事と思われた謎の音響の噂も、いつしか江戸から消えていった。
吉宗評判記暴れん坊将軍。次回は父ちゃんが養父なら俺だって養父にしかなれないよ。坂田さん、おかみさんの死を無駄にしてはならん。仇を討つんだ。宿場の大勢の人たちのためにもあんたの力が欲しいんだ。次回、朝寝朝酒で出世した男にご期待ください。